時刻は12時になりました。シエスタヨミタン FM ランチ、今日は7月25日火曜日ということで、眼中チャレンジをお届けいたします。この時間は毎週いろんなテーマに沿って健康につながるお話をしていきたいと思います。ということで本日のテーマはかき氷です。どうぞ1時間お付き合いください。この番組は FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ、眼中チャレンジ。この番組は読谷村健康づくり推進協議会、読谷村役場健康推進課の提供でお送りいたします。改めまして皆さんこんにちは。毎週火曜日この時間はシエスタ読谷 FM ランチ、眼中チャレンジと題しまして、皆さんの健康づくりを応援するパーソナリティの平田美希がお届けしていく1時間のトーク番組となっております。どうぞ12時から1時まで FM 読谷の本スタジオから生放送でお届けいたしますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、毎週いろんなテーマに沿って、健康につながるような、楽しいお話ができたらなとお届けしているんですけれども、今日のメールテーマなんですが、今日7月25日火曜日、今日はですねかき氷の日なんだそうです。もうね、暑い日が続いているので食べたくなる食べ物の一つだと思うんですけれども、今日のメールテーマは、今日かき氷の日なので、あなたが好きなかき氷をテーマにね、かき氷をテーマにお話をしていきますよ。ということで、テーマは第4コーナーにお話をしていきますので、ぜひ皆さんからのメッセージお待ちしております。かき氷にかき氷、お好きなかき氷、もしくはお店など、皆さんが
毎年必ずここのかき氷屋さんに絶対行くよという場所など、まあね、気になるかき氷屋さんでもいいですので、何かございましたら教えてください。それではここでメールアドレスを紹介いたします。メールアドレスはすべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp、 すべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp です。また FM 読谷にはホームページ、また無料で配信しておりますアプリがございますので、ぜひこちらからもね、番組へメッセージを送ることができますので、どちらか利用しやすい方を選んでですね、ぜひメッセージを送っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。ちなみにアプリがあることを今知ったよというあなたは、ぜひ無料でねダウンロードすることができますので、ぜひアプリゲットしてください。かわいいアイコンでね、 FM 読谷のアイコンとなっておりますので、ぜひゲットしてみてください。そして FM 読谷にはたくさんのパーソナリティ、そしてたくさんの番組がございますので、メッセージを送る際なんですが、必ず懸命に番組名を入力お願いいたします。この時間へメッセージを送る際は、ひらがなでがんじゅう、カタカナでチャレンジ、もしくは平田美希と打っていただきますと、はい、見つけやすく探しやすくなるということで、読みますので、はい、読みますのでね、ぜひメッセージを送っていただけたらなと思いますよ。今日のメールテーマはかき氷です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということで、もうね、今日は7月25日ということで、今月最後のガンチャレなんですけれども、1ヶ月過ぎるの早いですね。もう来週から8月ですよ。皆さんどうでしょうか。皆さんいかがお過ごしですか。まあね、1週間、まあ、1日1日早いなと思いながら日々過ごしている私なんですけれども、まあ今のところ風邪もひくことなく、まあ夏バテも、まあ、してないかな、大丈夫なんですけれども、皆さんは大丈夫ですか。まあね、先週先々週とお伝えしたんですけれども、まあね、インフルエンザがちょっと増えてきているということで、まあ、注意報も発令しておりますので、皆さんね、あのインフルエンザにならないように予防をしてほしいなと思いますので、しっかりと手洗いうがいこまめにしてほしいなと思います。またね、インフルエンザにかかっている皆さんは1週間はね、自宅待機、まあ、自宅で休んでゆっくり体を休めて、またね、治ったらお仕事、まあ、遊び、お仕事や遊びなど楽しく頑張っていただきたいなと思いますのでね、この期間中はお休み、ゆっくり休んでいただきたいなと思います。またね、あのインフルエンザにかかっている皆さんで、まあ、あの、まあ、かかっている皆さん、外出はもうダメなので、あのしないとは思うんですけれども、まあ、予防のために、まあ、それぞれマスクなどを着用するなどしていただきたいなと思います。だね、子どもたちが先週から夏休みに入ったということで、またね、今月来月、まあ、9月ぐらいまでね、毎週のようにいろんなところで各地域でお祭りが開催されるかと思うんですけれども、はい、たくさんのね、人、ごみの中に入る際はもうマスクは着用はできないんですけれども、まあね、お出かけした際は、あのお家に帰ったらしっかりといっぱいね、うがいをして、はい、いただきたいなと思いますので、大人の皆さんもなんですが、子どもたちにもしっかりとうがいさせるように、保護者の皆さん、まあ、大人の皆さんで守って、見守っていただけたらなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、去った週末、皆さんはどこへ、まあね、お祭りのいろんなところで今ね、開催されているんですけれども、皆さんはどの祭りへ行きましたか。まあね、FM 読谷ではお隣の女村の方で運な祭りがね、開催、第34回運な祭りが開催されたんですけれども、参加された皆さんお疲れ様でした。まあね、出演された皆さんも多くいらっしゃるということで、まあね、読谷村からは、そう、高志保青年会が、はい、出場出演されたということで、まあね、あの FM 読谷ではラジオではやってないんですけれども、ネットの方でライブ配信をさせていただきましたので、インターネット配信をさせていただきましたので、ぜひこの日、まあ、参加できなかった皆さん、もしくは出場された皆さんで自分たちの演舞見たいなーなんてね、思っていらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、ぜひ保存しておりますので、 FM 読谷のホームページ、運な祭りの、ね、バナーをクリックすると、はい、見ることができますので、ぜひお時間があるときにぜひご覧になっていただけたらなと思いますよ。
はい、まあね、これからいろんなところでお祭りが開催されるんですけれども、ぜひね、夏休み、まあ、子どもたち、まあ、お勉強も宿題もたくさんあるかと思いますが、まあね、宿題もコツコツとしながら、またね、楽しい思い出作りもたくさん、今年の夏休みの思い出もいい思い出ね、たくさん作っていただきたいなと思いますのでね、まあ、始まったばかりなんですが、まあ、子どもたちにもぜひこの1ヶ月どういうふうに過ごしていこうかなということでね、計画を立てて一緒に大人の皆さんと一緒に立ててもらえたらなと思いますよ。まあね、1週間、まあ、1ヶ月、まあ、あっという間に過ぎていきますので、はい、今日は何しようかな、今日は何時から何時まで何しようかなとね、子どもの時から計画を立てて進むことっていうのをね、すごいその習慣っていうのは大事じゃないかなと思いますので、はい、子どもたちも一緒に楽しい思い出を作っていただきたいなと思います。またね、社会人の皆さんもこの期間、まあ、夏休み長期でね、お休みを取って旅行へ来られる、まあ、旅行に沖縄に来る方、もしくは県外に行く方も多くいらっしゃるかと思うんですけれども、楽しい夏休み期間にしてほしいなと思います。ということで、第2コーナーからは読谷村役場健康推進課のお知らせをしていきたいと思います。それでは一旦 CM です。それではこの時間、今日のお天気をお伝えいたします。沖縄気象台11時発表、沖縄本島中南部今日は雨、夕方から曇り、ところにより夕方まで雷を伴う予報です。降水確率はこの後夕方6時まで 60%、 夕方6時から深夜0時まで 20% の見込みです。日中最高気温は32度、風は北西の風のち北の風、波は2メートル、うねりを伴う予報です。続いて天気概況です。沖縄本島地方では今日の夕方まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。また沖縄本島地方と先島諸島では湿った空気の影響により曇りで、沖縄本島地方では昼過ぎまで雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。また明日、沖縄本島地方と先島諸島では湿った空気の影響により曇りで、ところにより一時雨が降るでしょう。また沖縄本島地方では午後は次第に晴れてくる見込みです。また沿岸の海域では沖縄本島地方と宮古島地方、そして大東島地方はうねりを伴い波がやや高い見込みです。また沖縄地方は高温が予想されるため、熱中症など健康管理に十分注意してください。沖縄本島地方と大東島地方、そして八重山地方では熱中症の危険が特に高くなる見込みですので、暑さを避け、水分をこまめに補給するなど十分な対策をとってください。ということで、今日明日とね、少し天気が崩れるようなんですけれども、明日の午後からは晴れるということですのでね、皆さんまた暑い日が続きますので、熱中症にならないように皆さん声かけして、水分の補給、また塩分の補給をこまめにしていただきたいなと思います。以上、今日のお天気でした。
は12時18分になりました。 FM 読谷の本スタジオから生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ眼中チャレンジです。さあ第2コーナーからはですね、お知らせをしていくんですけれども、まあ、簡単に、じゃないいやって、はい、このコーナーからいきたいと思いますよ。ということで、この BGM が流れましたら読谷村役場健康推進課のお知らせをしていきます。もうね、さっき第一コーナーで番組の流れをね紹介 し忘れてしまって、まあでももう引き続きお知らせしていきましょうね。はい、ということで、読谷村役場健康推進課からお知らせということで、健康推進課では妊婦、乳児から成人までの健康診断や健康相談のお知らせのほか、健康情報を発信してまいりますので、引き続き今年度もよろしくお願いいたします。またね、昨年度平成28年度から部名と課名が変わっておりまして、まあね、健康環境課という名前だったんですけれども、28年度、はい、昨年度からですね、昨年度から健康推進課と名前が変わっておりますので、加盟の確認、そしてね、あの窓口へ行く際は部屋の方も移動となっておりますので、場所を足を運ばれる際は場所の確認をお願いします。まあね、出入り口付近に、読谷村役場の出入り口付近にはインフォメーションがございますので、場所がわからないな、探せないなという方はぜひ気軽に問い合わせていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、平成29年度、今年度も健康診断のご案内がスタートしております。まあね、皆さんの手元にもうはがきなど受診券などね届いているかと思うんですけれども、はい、検診受けましたでしょうか。まあね、受けた方は、受けていない方、はい、まだ受けていない方、またね、予約などもまだしていないという方は、早めにスケジュールを調整してですね、受けていただきたいなと思いますので、健康なのかどうなのか、年に1回必ず健康診断を受けて、自分の体の状態を確認してください。またですね、読谷村役場健康推進課の方から、皆様に4月の読谷、広報読谷と一緒にですね、今年度のパンフレットが全世帯に配布していますので、ぜひこのパンフレットも見ていただきたいなと思います。もっと使って村民みんなの健康サポートということで、はい、A4 サイズのパンフレットが届いているかと思いますので、こちらの方もお時間あるときに目を通していただきたいなと思います。まあね、この中には集団検診の全日程が、検診日が掲載されていたりね、いろんな情報が掲載されておりますので、ぜひ見てみてくださいね。ということで、今年度集団検診のご案内なんですけれども、今月の集団検診は終了しているんですが、来月もね、来週すぐなので、こちらを紹介いたしましょう。集団検診、まあ、前日程、9月まであるんですけれども、ぜひ、まあ大人なんで関係ないか、はい、集団検診を希望される皆さんはですね、8月2日水曜日波平公民館、同じく3日木曜日も波平公民館で集団検診が行われます。集団検診を希望するという皆さんはですね、また、自治会の方で集団検診を行っておりますので、皆さんの日程をですね、確認をして、どの公民館でも受けることが可能となっておりますので、ぜひ集団検診希望される方は日程の方確認お願いいたします。また波平公民館で集団検診、まあ、2日3日とね受けられる皆さんへなんですが、胃がん検診が3日のみとなっておりますので、胃がん検診も一緒に受けたいという方はですね、8月3日木曜日が胃がん検診ありますので、はい、胃がん検診希望される方はこの日に受診してください。また8月は日程がたくさんございますので、はい、2週目の8月15日火曜日も比謝公民館で行われます。そして22日火曜日は戸谷公民館、そして23日曽部公民館、
24日同じく染め公民館、そして8月30日水曜日は時計師公民館で集団検診が行われます。8月はね、長期でお休みをもらっている方などね、多くいらっしゃるということもありまして、8月は多く検診日が日程が組まれておりますので、この期間にですね、8月中にぜひ集団検診を希望される皆さんはこの日にですね、この月に受診していただけたらなと思いますので、事前に日程の方確認をお願いいたします。また集団検診の受付時間なんですけれども、8時30分から11時までとなっております。まあね、先ほどもお伝えしましたが、近くの公民館のみではなく、あざの公民館ではなく、どの公民館でも受けることが可能となっておりますので、はい、ぜひ予約なしで受けることができますので、この日急遽お休みになった、午前中空いたという方はね、ぜひ集団検診受けていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして集団検診希望される方で、平日忙しいなという方へなんですけれども、今年度も日曜検診がございます。残り2回となっているんですけれども、10月22日日曜日、そして11月5日日曜日が日曜検診となっておりますので、平日忙しいという皆さん、事前に日程の方確認をして、この日休み希望なり、予定を組んでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。こちら時間は同じく8時30分から11時、場所につきましては読谷村文化センターとなっておりますので、はい、よろしくお願いします。そして集団検診もう一つ、日中忙しいというあなたへ、はい、ナイト検診も今年度実施いたしますので、希望される方はですね、予約が必要となっておりますので、ナイト検診を希望される方は9月1日から27日までが予約期間となっておりますので、この期間中に予約を取っていただけたらなと思います。ナイト検診の検診日は9月28日木曜日、2ヶ月後ですので、はい、ナイト検診を希望される方は9月27日までに1日から9月1日から27日までに予約を取ってください。そして時間はですね、ナイト検診の時間は18時から19時30分となっております。場所は読谷村健康増進センターとなっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。直接、集団検診などの、問い合わせなどがございましたら、読谷村役場健康推進課へ連絡をしていただきたいなと思いますよ。ではここで電話番号をお伝えしましょう。電話番号は098-982-9211 098-982-9211 となっております。よろしくお願いいたします。そして続いては病院へ通院中の方へなんですけれども、治療のための検査と予防のための検査は別物ですので、はい、病院へ通院中の方も必ず検診を受けてください。高血圧の治療をしているという方が検診を受けたら糖尿病が見つかったという方もいるということですので、重症化になる前に見つけることができますので、かかりつけの病院の先生に、相談をして、健康診断も年に1回受けていただけますようお願いいたします。そして、集団検診が、集団検診はちょっと厳しいなという方、個人で個別で検診を受けることも可能となっておりますので、通い慣れた病院で受診をしたいというあなたは、はい、個別検診を受けていただきたいなと思います。今年度29年度の個別検診の受診期限が来年の30年1月31日水曜日までとなっておりますので、自分の予定に合わせて受診することができたり、また通い慣れた病院で受診することができたりとね、いいこともございますので、また人間ドックに変更することも可能となっておりますので、ぜひ個別検診を受けられる皆さんは、予約等もあるかと思いますので、しっかりと、はい、年に1回、健康診断を受けていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、先ほどもお伝えしましたが、このパンフレット、村民みんなの健康サポートということで、パンフレットの方にはですね、
はい、先ほどもお伝えしました検診日など、またね、読谷村の方がよく利用される医療機関ということで、いくつかの医療機関の電話番号が掲載されております。ぜひこちらのパンフレットも活用をしてですね、いただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてがん検診もですね、検診を受ける際にがん検診も一緒に受けていただきたいなと思います。日本人は2人に1人ががんにかかると言われております。がん検診も一緒に受けてください。またね、読谷村でも大腸がんや肺がんなどが増えているそうですよ。なのでね、ぜひ健康診断を受ける際にお時間を作ってがん検診も一緒に受けてください。そして協会憲法に加入されている扶養者の方へなんですけれども、読谷村よりがん検診の受診券を発行することができますということで、ご希望の方は直接読谷村役場健康推進課まで連絡をしていただきたいなと思いますのでね、よろしくお願いします。まあね、中には届いている方もいるかと思うんですけれども、水色のハガキ、こちらが受診券となっておりますので、ぜひ発行してほしいという方、またね、問い合わせなどがございましたら直接していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは引き続き第3コーナーもよろしくお願いします。一旦 CM です。トン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 、イチデジトントン、ワッタブッドデジナトン、トン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 、ワッタムラヤ一番一番、トントントン、検診リッカリッカ、トン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 、チャガンジュトントン、ワッタブッドネンナトン、トン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 、トン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 、ミガンジュヌ島の読谷村。トントントン、ガッチマイガッチマイ、トン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 、イチデジトントン、ワッタブッドデジナトン、トン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 、ワッタムラヤ一番一番、トントントン、検診リッカリッカ、トン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 、チャガンジュトントン、ワッタブッドネンナトン、トン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 、トン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 、ミ。なりました。 FM 読谷の本スタジオより生放送でお届けしているシエスタ読谷 FM ランチ、がん中チャレンジをお届けしております。引き続き第3コーナーも読谷村役場健康推進課のお知らせをしていきますので、どうぞ皆さん引き続きよろしくお願いいたします。ということで、続いてのお知らせは、平成29年度読谷村人間ドック受診方法についてです。人間ドックを希望される場合、読谷村役場健康推進
科医人間ドック希望の連絡をお願いいたします。窓口はもちろんなんですが電話でも可能となっておりますので必ず受ける前に人間ドックを受ける前に連絡をお願いします。そして連絡が済みましたら各自で希望する医療機関へ予約の連絡をしてください。契約医療機関につきましては読谷村のホームページもしくは先ほどお伝えしました健康サポートこのねパンフレットの中に掲載されておりますのでどちらかをご参照ください。そして予約が済み受診日が来た際は保険証そして健診受診券そしてがん検診受診券この3つを忘れずに持参してください。保険証は今年はコスモス色ピンク色となっております。また検診受診券はねもう保険証と一体化となっておりますのではい実は2つですね。そしてがん検診受診券、まあ、こちらは先ほどもお伝えしました水色のはがきとなっておりますのでこの2つを忘れずに持参してください。そして各医療機関が設定しております人間ドックの費用だいたい3万円ほどかかると言われているんですけれどもその費用から特定検診および三がん、肺、大腸、胃この三がん検診費用三眼検診費用16,392円を除いた分が自己負担額となります。なのでだいたい半分くらいですね。はい半分くらいが自己負担額となりますので人間ドックを希望される方はですね一度読谷村役場健康推進課まで連絡をお願いいたします。そして続いてのお知らせはですね受診率特定検診受診率についてですね平成27年度の受診率、まあ、2年前とはなるんですけれども、まあ、これが最後の受診率となっているんですが27年度の受診率は 44.3% となっておりました。まあね、平成28年度昨年度の特定検診の受診率につきましては11月頃に決定いたしますので、まあ、それまでに、はい、個人で健康診断を個別で健康診断を受けた方もしくは職場で集団検診を受けた方につきましては、検診結果のコピーをですね読谷村役場まで提出をしていただけたらなと思いますのでご協力よろしくお願いいたします。まあね、少しずつ、まあ1年1年通して、まあ、少し 1.2% とね、26年度より27年度は 1.2% と増加しているということですので、まあね、27年度より28年度がアップしていることを祈っておりますので、はい、皆さん、ご協力提出のご協力よろしくお願いいたします。ちなみに読谷村の受診率目標がありまして目標は 58% となっておりますのでこのパーセントに近づけるように、皆さんに呼びかけをしておりますので引き続きまだね提出をしていないなっていう方がいらっしゃいましたらぜひ提出のご協力よろしくお願いいたします。10月頃までに提出していただけたらなと思いますのでねよろしくお願いいたします。そして続いては特定保険指導についてなんですけれども特定健診を受診された方で中には結果の内容によっては保健師さんや看護師さん栄養士さんから保健指導が必要な方もいらっしゃいます。ぜひ自分の体の状態を知るための保健指導となっておりますので必ず受けてくださいねと言われている皆さんしっかりと保健指導を受けてください、まあね、集団検診、まあ、健康診断を受けた後に、はい相談日など日程をね調整するかと思うんですけれども今ね自分の体がどういう状態になっているのかまたね去年と比較して、まあ、このままだったらちょっと危ないなとかね今改善できることはこういうことがありますよなどとねいろんなアドバイスをもらえるかと思いますのでぜひまあ、必ず受けてくださいねと言われている方もそうなんですがそうでない方もちょっと今のバランスは大丈夫かなとね確認をしたいなという方は気軽に相談をしていただけたらなと思いますので、まあ、自分のこともそうなんですが家族のこと子供たちのことまたね両親のことなどねいろいろ様々、はい、悩みはあるかと思いますのではい、気軽に相談してください。よろしくお願いします。まあね、よく言うんですけれどもそうテレビや雑誌などで得る情報もたくさんあるんですけれどもやっぱりね一人一人体の状態というのは異なりますので
テレビでやっていたからそうやってみても自分に合わなかったりとね、様々ありますので、ちゃんと専門の方に直接、はい、お話を聞いたりしたりすることっていうのは大事ですので、気軽に相談してくださいね。よろしくお願いいたします。そして続いてのお知らせは婦人がん検診のご案内ですね。婦人がん検診も個別検診と集団検診がございまして、はい、集団検診が今週7月27日今週の木曜日に行われます。場所は読谷村健康増進センターとなっておりますので、女性の方で集団検診を希望される方はですね、27日木曜日に行われますので、ぜひこの日に参加してください。またマンモグラフィー検査を受けたいという皆さんはですね、事前に予約が必要となっておりますので、水曜日26日の午前中までに予約をしていただけますようご協力よろしくお願いいたします。婦人がん検診の、はい、検診日の日程も先ほどお伝えしましたパンフレットに掲載されておりますので、女性の皆さんは特定検診もそうなんですけれども、婦人がん検診、子宮頸がん、そして乳がん検診も受けていただきたいなと思いますのでね、よろしくお願いします。また婦人がん検診の受診券なんですが、先ほどお伝えしましたがん検診のこの受診券、読谷村検診受診券というものが皆さんの手元に届いているかと思うんですけれども、こちらがはがきタイプとなっておりまして、3枚目がピンク色のはがき、こちらが婦人がん検診の受診券となっておりますので、女性の皆さんぜひ受けてください。また、ね、個別で、受けられる皆さんは同じく健康診断と同じくですね、来年の平成30年1月31日までが受診期限となっておりますので、忘れずに、個別で受ける方は忘れずにですね、この期間中に受けていただきたいなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。まあ、病院によっては予約を、予約が必要という場所もありますので、はい、事前に確認の方よろしくお願いいたします。そして婦人がん検診も同じく協会健保の扶養の方でもがん検診は読谷村から補助が出るということですので、こちらはがき届いてない、手元にないなという方はですね、読谷村役場健康推進課の方で発行していただきたいなと思いますので、直接連絡の方よろしくお願いいたします。それではここで再度連絡先をお伝えいたしましょう。電話番号は098-982-9211 098-982-9211、 読谷村役場健康推進課直通となっておりますので、気軽に問い合わせよろしくお願いします。そして続いては高齢者肺炎球菌の予防接種の案内です。肺炎は日本人の死亡原因第3位となっております。肺炎球菌が原因で肺炎にかかる65歳以上の方が多いと言われております。対象者の方には読谷村役場から通知が送られているかと思いますので、はい、対象者の皆さん、このね、対象、期間内に、はい、病院へ予約をして予防接種を受けていただきたいなと思いますので、しっかりとその期間中に受けてください。よろしくお願いいたします。そして続いては子どもたちの予防接種ということで、昨年度の昨年10月1日からなんですが、 B 型肝炎の予防接種が定期予防接種になりました。対象者の皆様には同じく読谷村役場から通知が送られていますので、まあね、今ちょうど子どもたち夏休みということで、もうね、お休み、長期のお休みですので、この期間中にぜひ子どもたちの予防接種は受けさせていただきたいなと思いますので、ぜひ保護者の皆さん、子どもたちの予防接種もしっかりと受診していただけますようよろしくお願いいたします。まあね、それぞれいろんな予防接種が、子どもたちの予防接種、まあ、成人の皆さんの予防接種などがあるんですけれども、はい、対象者の皆さんにはね、そう、役場の方から、読谷村役場から通知が送られていますので、しっかりとそう期間中もしくは指定日などがございましたら、その日に合わせて予防接種等を受けていただきたいなと思いますので、忘れずにね、受けてください。よろしくお願いいたします。そして続いては献血のお知らせということで、
はい、来月8月7日月曜日に読谷村役場にて献血が行われます。受付時間は、午前中が9時から11時45分そして午後は1時から5時までとなっておりますので、この日8月7日月曜日に読谷村役場へ行く予定の皆さんは少し時間をね、作っていただいてボランティアをしていただけたらなと思いますので、ぜひ献血のご協力よろしくお願いいたします。そして続いて、もうねずっと梅雨も明けてもう1ヶ月なるんですけれども、もうね30度超える日々がずっと続いております。まあね、熱中症にならないようにするために、まあ、日頃から声かけをするという習慣をつけていただきたいなと思いますので、はい、ちょっと紹介をさせていただきます。熱中症は声かけで防げるということで、こまめな水分補給、そして炎天下を避けること、まあ、炎天下での長時間の作業を、ね、される方も多くいらっしゃるかと思うんですけれども、長時間の作業や海水浴は避けてください。まあね、日傘や帽子などで日光を遮るように心がけましょう。まあね、この時期もそう夏休みなので海水浴へ行かれる家族の皆さん、まあね、子どもたちで行くことはないかな、保護者の大人の皆さんがついているかと思うんですけれども、まあね、長時間の海水浴なども危険、熱中症になるなりかねませんので、はい、そういった時間を避けていただきたいなと思います。また室内などで、はい、作業されている、お仕事をされている皆さんも室内での油断も禁物です。風通しを良くすることなども心がけていただきたいなと思います。またね、外と中との気温の差で体調を崩す方もいるということですので、はい、適度な、風通しやまた冷房設備などで熱を逃す工夫などをしていただきたいなと思いますよ。そして声かけの件として健康管理ということで、まあね、この時期飲みの場が増えたり、バーベキューとかね、バーベキューなどをねされたり、またね観光で沖縄県などまた県外に行かれる方も多いかと思うんですけれども、しっかりと睡眠そして栄養をしっかりととっていただきたいなと思います。またね、日頃から適度な運動で暑さに負けない体づくりをしていただきたいなと思いますので、日々コツコツすることが大事ですのでね、はい、また熱中症にならないように皆さんそれぞれで声かけをみんなで声かけをすることで防げるということですので、みんなで声かけ合っていきましょうね。よろしくお願いいたします。さあ、それでは第4コーナーはメールテーマに沿って、引き続き眼中チャレンジをお届けしていきますので、ぜひ皆さん引き続きよろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。トントンワッタブットデージナトン、トン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 、ワッタムラヤ一番トントントン、献身リッカリッカトン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 、チャガンジュトントン、ワッタブットネンナトン、トン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 、トン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 、ミガンジュヌシマの読みたんそん。トントントン、ガッチマイガッチマイ、トン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 、イチデジ、トントン、ワッタブットデジナトン、トン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 、ワッタムラヤ一番、トントントン、献身リッカリッカ、トン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 、チャガンジュ、トントン、ワッタブットネンナトン、トン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 、トン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 、ミガンジュヌシマの読みたんそん。
は12時47分を回りました。あっという間にエンディングが近づいておりますが、引き続き、シエスタ読みたい FM ランチ完全チャレンジをよろしくお願いいたします。ということで、もう一つ、イベントのお知らせということで、来月ですね、8月5日土曜日なんですが、ロアジールホテル&スパタワー那覇にて、フレイルを知ろう早い気づきで予防ということで、第27回沖縄県医師会県民公開講座ということで、はい、講座が8月5日に行われます。基調講演ということで、まあ、読谷村にありますシナディスクエア内に、ね、ありますカレープロジェクト料理教室の伊勢中井先生も、はい、この講演に、参加するということで、講演がございますので、ぜひ8月5日土曜日お時間ある皆さん、ぜひ入場無料となっておりますので、はい、参加してもらえたらなと思いますよ。時間は1時30分から3時30分となっておりますので、はい、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。まあね、いろんなね、これから、7月8月9月ね、この夏はいろんなイベント、またね、楽しいこともいっぱいあるかと思うんですけれども、体調崩さないように皆さん日々よ気をつけていただけたらなと思いますので、ね、よろしくお願いします。そしてね、冒頭でもお伝えしましたが、今沖縄県ではインフルエンザの注意報が発令されております。まあね、6月末ぐらいからね、どんどんインフルエンザにかかっている方が増えているということで、沖縄県の方では発表しているんですけれども、まあね、今、先週時点では那覇市、まあ、南部の方で多いと言われているんですけれども、どんどんね、この期間、夏休みもでもあって増えてくるかとは思うんですが、皆さん気をつけていただきたいなと思いますので、しっかりと手洗いうがいこまめにしていただけたらなと思いますのでね、エチケット忘れずにしてください。はい、してください。よろしくお願いいたします。よし、それでは、第4コーナー、あとね少々なんですけれども、第4コーナーはメールテーマに沿ってお話をしていきますので、なんか今ねスタジオにジンベエザメがもう誰だろう、わかんないけど、すみませんね、ラジオ聞いてる人は何言ってんのって感じですね。はい、ということで引き続き、頑丈チャレンジをお届けするんですが、後半第4コーナーはメールテーマに沿ってお話をしていこうかなと思うんですが、今日7月25日火曜日、調べたところ、かき氷の日なんだそうですよ。まあね、この時期もう暑いですので、冷たいものが食べたくなりますよね。その食べたくなるものの一つ、かき氷なんじゃないでしょうか。まあね、子供から大人まで、はい、好きな食べ物かなと思うんですけれども、最近食べましたか？はい、どうでしょうか。まあね、かき氷、ぜひ今皆さんがおすすめするところなどがございましたら教えていただけたらなと思うんですけれども、早速メッセージが届いているので、メールメッセージを読み上げていきたいなと思いますよ。ということで、ラジオネーム読谷大好きさんです。いつもメッセージありがとうございます。こんにちは。夏本番の季節に食べたくなるかき氷、本当ですよね。私の好きなかき氷は、台湾で食べたかき氷が一番好きですということで、台湾で食べたかき氷、ふわふわなマンゴーのかき氷に白玉団子も乗っていてすごく美味しかったです。もう一度食べたいなということで、那覇で似たようなかき氷を売っていましたが、値段が高くて食べる気がしませんでしたということで、まあ、かき氷は500円以下で食べられる、あ、かき氷、じゃない、500円以内で食べられる台湾風かき氷屋さんがあるといいなということで、わかる、ふわふわなかき氷めちゃくちゃ美味しいですよね。私もどこかで食べました、何年か前に。もうそう、まあね、ふわふわしてるとまたね、練乳などかけたりするとまた黒蜜とかとね食べたら美味しいですからね。はい、ぜひ、まあ、今日のデザートにでも、まあ、3時ちょうぐらいにでもしてもらえたらなと思います。みたん大好きさん、メッセージありがとうございます。まあね、台湾風のかき氷屋さん、ちょっと私も探してみようかな。ぜひ、読谷大好きさんも見つけたら、ぜひまたメッセージ送っていただけたらなと思いますよ。メッセージありがとうございました。さあ、続いてのメッセージ、ラジオネームルンルンさんです。いつもメッセージありがとうございます。こんにちは。毎日暑い日が続いているので、本当かき氷食べたくなりますよね。本当ですよね。もう30度毎日30度超える気温となっていて、外で作業されている方は特にね、
はい、もう暑くて大変だと思うんですが、休んだり休憩もしっかりとって、はい、水分塩分と補給をしてね、風通しのいいところでお休みをすることも大切ですので、皆さんで声を掛け合ってはいしていただけたらなと思いますよ。もうまた同じこと言ってる。はい、ということでやっぱり一番はルンルンさんはやっぱり一番ぜんざいでしょうということで、柔らかくて甘いきんちの上にふわふわな氷さあ最高、あ食べたい。ふわふわな氷って家では作れないのが残念です。コツがあれば知りたいなということで、あと私のおすすめの食べ方なんですが、少しだけブラックコーヒーをかけるとコーヒーをかけて食べると美味しいですよということで、ブラックコーヒーかけて食べたことないですね。今度ちょっと試してみます。私もそう、ぜんざいはね小さい頃すごい苦手だったんですけれども、まあ、今は食べれるんですが、ぜんざいも美味しいですよね。そう、それとふわふわな氷って家で作れないのかなっていうことなんですが、今なんかふわふわな氷を作るこの機械なんだっけあれ家自宅用の何か出ているみたいですよ。なんか何かで見ました。まあね、まあ、家で食べるのもありなんですが、まあ、外で食べるのも、まあね、いろんなかき氷屋さん出ておりますのでね、ぜひまたおすすめなどがありましたらまたメッセージ送っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、はい、今日はかき氷の日なので、ぜひ皆さん、まあね、夏バテしないようにちょっとね、たまには冷たい食べ物を食べて、はい、いただけたらなと思いますよ。今日のねおやつ何にしようかなと考えているお母さん、ぜひ今日はかき氷の日ですのでね、かき氷にしてみてはいかがでしょうか。ということで1時間お届けしました、シエスタヨミタン FM ランチ、いかがだったでしょうか。いつもすいませんね。はい、ということで来週のテーマなんですけれども、来週は夏休みの思い出をテーマにお話をしていきますので、ぜひ小さい頃の思い出など、まあね、子供たちに向けて何かお話がございましたら、ぜひメッセージを送っていただけたらなと思いますよ。ということで皆さん、今日も最後までありがとうございました。皆さん午後もお仕事頑張ってね。バイバイ。